11月24日号、10月上旬、家族連れで賑やか、右、ロアウト内のベイエリアの路上で、一人の美女を発見した。ロングワンピースをまとった、フジテレビの海老原ゆかアナ、29、である。画像、フジテレビ海老原ゆかアナ超エリート起業家と、港区タワマンで、半同棲。この日、ミス学習院の経歴を持つ富士の人気アナが向かった先は、現在交際中のコンサルティング会社を経営する実業家、N氏32、との愛の巣であるタワマンだった。二人が知り合ったのは約2年前、港区内で行われた経営者が集まる飲み会に、知人の紹介で海老原アナが参加したのがきっかけです。二人はすぐに意気投合し、N氏が暮らすタワマンで同棲状態になりました。婚約間近で、24年早々の入籍を目指しているとか、二人の知人。30歳を前に、結婚までは秒読みか。日本テレビ黒田美優アナ、25、ディレクター、ホスト三浦ちゃん、ガツカンが同期ディレクターとの初ロマンス。6月2日号、23年4月から、デーデーのメイン MC に抜擢された日本テレビの若手エース、黒田美優アナ、25、ホスト三浦ちゃんの呼び声も高い彼女の熱愛を本誌が報じたのは、5月中旬のこと。お相手は、同期のディレクター A さんだった。多くの女子アナが実業家や経営者を狙う中、庶民派を貫く本若デートは好印象だ。秋の改変期で降板の可能性も見え、ささや、枯れていましたが、徐々に実力を発揮してきましたね。9月には、デーデーの放送中にスカートが開き下着が見えてしまうというアクシデントもありましたが、その愛らしさが三浦アナを彷彿とさせますね、日テレ関係者。局内にいる恋人の存在が、今後の飛躍の鍵になりそうだ。